株式会社、京急百貨店は、京急グループの百貨店。大手施設が手掛ける、電鉄系百貨店の中では、京成百貨店とともに都心部に、大型店を持たず、京浜急行電鉄上大岡駅にある京急、百貨店が、唯一の店舗である。2019年4月1日付で、同じく、京急グループで、ショッピングセンター事業を展開していた、 京急ショッピングセンターを合併した。横浜市と京急と地元地権者による、上大岡駅前再開発事業により完成した、駅ビル夢を丘に、1996年10月1日に開業した。横浜市港南区上大岡西にある、上大岡駅直上の本館と、鎌倉街道を挟んだ再開発ビル上大地下のスポーツ館とで構成される。 売り場面積は4万2000平方メートル。電鉄系百貨店としては最後発であり、親会社の京急には百貨店のノウハウがほとんどないため、他の百貨店からの人材を集めた。特に伊勢丹からは社長を招き入れ、同社の手法を導入している。地域密着型の生活者本位制百貨店として、祖父母、両親、 子供の三世代に向けた品揃えなどが功を奏し、開業以来約10年、119ヶ月にわたり、前年同月比の売上高増加を記録した。テレビ東京のバラエティ番組、出没。アドマチック天国2013年9月14日、放送会で、京急神大岡を特集した、際、第1位として選出された。B1 階から3階までは、ウィング神大岡が隣接している。 午前10時午後8時、ありがとうございます。